はい、どうも皆さん、こんにちは。中小企業診断士、独学合格の医師開催中のアレです。今日の他の人に差をつける小話は、勉強場所と仲間を確保せよというテーマでございます。こちらはですね、私自身もそういうサービスをね、やってるからっていうのもあるんですけど、勉強場所をちゃんと確保した方がいいですよって話なんですよ。自宅とか職場とかだけじゃなくて、別に1個専用の基地みたいなところを作った方がいいです。まあ、私は勉強カフェっていうのやってるんで、勉強カフェがあればね、よかったんですけど、私は自分のね、サービスなんで、別のものを借りてました。だから自習室とか借りてたんですよ、コワーキングとか。で、何がいいかっていうと、いちいちどこで勉強しようかなって悩まなくていいと。で、自宅で、まあ、やるって決めてもいいんですけど、自宅にいると、いろんなイベントが起きやすいんですよ。例えば、まあ、一人暮らしだったらね、そんなこともないのかな。まあ、でもあるか。変に YouTube 見ちゃったりとか、漫画開いたりとか、掃除始めちゃったりとか、洗濯したりとか。で、家族がいるんだったらね、例えばお子さんがいる人だったらね、ちょっとこもりしといてって奥さんに言われたりとかさ。まあ、逆もありますよ。女性だったら旦那がね、ちょっと出かけてくるわ、つって、子供見といてくれとかね。まあ、お子さんいなくてもね、奥さんがなんかちょっと今日気分が悪いとか言って、ちょっと話してたりとかね、いろいろあるんですよ。思ってもないいろんなイベントが発生しちゃうんで、勉強だけをする場所があった方が絶対にいいです。で、ここを、費用と捉えるか、投資と捉えるかなんですよね。で、私は投資だと思ってまして、例えば私の勉強カフェであれば、全時間使っても1万2000円いかないぐらいで、毎月使えます。1万2000円の賃貸と思ったら安くないですか？自分の、今住んでるマンションの家賃どのぐらいですか？5万っていう人もいれば10万っていう人もいるし、20万っていう人もいるかもしれないですけど、その中の1万円が増えるだけです。それで、結構広めの勉強専用の場所が確保できるんです。一から作ることもせずにね、机と椅子も買わなくていいし、で、しかもコーヒーとかもついてますからね。なので、それを使って勉強して、はかどらして、集中してね、で、合格してしまえば、収入なんていくらでもアップできると思うんですよね。診断士だって、取ってから収入があったケースたくさんあると思いますね。企業の中で出世したりとか、あるいは独立したりとかね。で、例えばな、じゃあ、役職が上がってね、まあ、普通の会社とかね、であれば、例えば、まあ、月じゃ5万上がりますとか、役職がついて10万とかね、もっと多い会社もあると思うんですよ。ボーナスが100万単位で増えてたりとかね。そういう形で、もう速攻で回収できるんで、受かっちゃえば。なんで、投資できる人こそ伸びると思うんですよ。で、中小企業診断士の考え方はまさにそういうことじゃないですか。財務の、戦略あるじゃないですか。現在価値とか、将来価値でね、どのくらい増やせるかっていうのがあるんですけど、今使う1万円が将来100万円に化けるとしたら、その1万円って別に本当に大したことなくて、確かに短期的な視点では減ってますけど、将来的に回収できるんであれば、全然いいわけですよ。で、そこにレバレッジをどうやってかけるかっていう。自分の持ってる資源とか資金をどうやって、将来の大きさにつなげていくかっていうことなんで、その投資ができないと、そもそもその中小企業信頼値的な考え方でもないってことなんですよね。だから、自習できる場所を確保することに対してのコストっていうのは大したことないんで、これがね、まあ、本当に月じゃ50万とか100万とかあったら確かにそれは結構な賭けなんですけど、もう、一番じゃないですか。で、ね、診断士勉強してる人ってことはさ、少しさ、飲み会とかも減らしてるわけですよね。わかんないけど。減らしてるんだったら1万円ぐらい捻出できますよね。であれば、もう、私もね、結構そこに関してはもう、瞬足でした。もう本当速攻で契約しました。診断士勉強するって思った瞬間に。なので、もう何も考えずにくらいでいいんで、一番いいと思ったね、勉強場所をね。確保してみてください。まあ、勉強カフェであればね、私がいますから。で、今、中小企業診断士のコミュニティとかもね、やってののね、別の動画でも撮ろうかなと思ってますけど、そういうのもあります。で、もう一つはね、仲間って書いてあるんですけど、これもまあ勉強カフェで作れるんですけど、私自身も、人に言ってたのが本当に良かったんですよね。勉強カフェでいる診断士やってる方々にですね、私もやりますと言ってたのが本当に良かった。これがね、やっぱ大きいっす。他の人もやってるからやんなきゃなっていう。なんかこの連帯感っていうんですかね。なんか自分だけやんないってなんかダサいなみたいな思っちゃう、思えるんですよ。
まあそう思わない人もいると思うんで、捉え方はね、人それぞれっていうのはその通りなんですけど、まあそういうなんか仲間とかがね、実際にいるとよりこう、背中を押されるっていうかね。で、別にこれね、リアルじゃなくてもいいと思うんですよ。今ね、私いいなと思ってるのがツイッターなんですよね。ツイッターのなんか勉強赤とか言って、例えば診断士もいますし、いろんな資格の勉強家があるんですよ。で、顔も名前も知らないんですけど、とにかくツイッター上ではまあ、同じ勉強してる人っていうことで繋がってて、それでいいねとかし合ったり、今度勉強したよとか報告し合って、結構切磋琢磨できるんで、別になんかリアルじゃなくてもいいのかなと思います、私は。うん。で、そこでツイッターとかのまあアカウント見つけて、フォローし合ってね、やっていけばいいんじゃないですかね。まあインスタとかでもいいのかもしれないですね。うん。なんで自分に合う SNS を見つけて、今のこの時代の最大の恩恵じゃないですか。こんだけ繋がれるようになって。で、なんか SNS って結構そのマイナスに捉えられることも多くなってきたなと思うんですけど、本来は ポジティブなもので、そういうふうに気軽に繋がれる機会を、本当に無限増殖的に増やせるということなんで、それを活用しない手はないと思うんですよ。特に勉強と相性いいと思いますね。うん。で、まあね、自分だけ落ちちゃったら嫌だなとかね、そういう不安も出てくると思うんですけど、だからいいんですよ。そこで、相手と自分一緒に受かるように頑張ろうって、そういうふうに変えていけばいいんで、で、まあ、最悪ね、落ちちゃったら、もうしょうがないんで、それを受け入れて次に活かせばいいんですよ。うん。全部ネタですから、失敗は全部ネタなんで、あんまりね、ネガティブに考えない方がいいですよ。なんか、そういうケースが多いなと思ったんですよね。なんか失敗を大ごとに捉えすぎみたいな。うん、全部ネタなんで、ネタにしてください。笑い話になればいいじゃないですか。どっかのね、誰かと話すときの一つのネタにして、大したことないなと思ってね、頑張っていけばいいんですよ。うん。っていうわけでね、今の時代の恩恵を生かして仲間を作るというところです。で、今日の、他の人に差をつける話は以上となります。勉強場所。まあ、勉強カフェが近くになるなら、勉強カフェであれば仲間もできますし、まあ、なければね、近くの自習室とか小分けに借りる。で、Twitter とかを使って、勉強仲間を見つけてみてください。はい。以上となります。いいと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。